ハザラ究極攻略 TV をご覧の皆様、こんにちは。ヘラウルズ降臨超地獄級に、アオソニアパーティーで、挑戦していこうかなと思います。これまでね、アオソニアパーティーでの攻略動画は多分なかったと思うんですけど、ちょっとやっていこうかなと思います。モンスターの、ね、詳細見せておきます。はい、アオソニアリーダーですね。で、サブキングアワリン、究極アンモンヘルメスで、バハムート、固定ダメージで、フリート倒すようですね。で、アオソニアです。回復、回復力がね 6.25 倍になるので、今砲撃のイベントが開催されているんですけども、スキル封印食らっても、十分耐えきれるというかしのげると思います。はい、では挑戦していきます。はい、ワンフォラなんですけど左から倒します。結構ね、やっぱ超地獄級なんで HP 高いんですけれども、ここでね、一応ヘルメスのスキルを使っていきます。はい、これ使います。2列で多分いい感じにいくんじゃないかな。はい、 OK です。でギリギリ耐えれるので、このストライク、フレームストライクを耐えて、はい、もう一発耐えますかね。どうしようかな。ヘルメスのスキルがあと5ターンなので、もう一発耐えましょう。でもらって、はい、ここで倒しに行きます。すごいですね、回復力やっぱね、 6.25 倍あると。はい、フォーミュラ、ここなんですけども、アオソニアのスキルを使って倒します。うわ、2列組めない。よし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 、いい落ち込んや。ここがね一番鬼門だとね思うので、はい、ここでバハムートですね。バハムート使います。で、先生ギリギリ耐えれますね。で、ヘルメス、2列組めばね問題なく倒せるんじゃないか。え、今繋がってました。まあ、でも多分大丈夫。よしよしよし。盤面に、ね、ドロップが少なかったらアモンの変換まで使えば、大丈夫です。で、アオソニア、キングアワリンの順番でスキルを使って、これ盤面いくつだ、16個か、水ドロップが。なんで664ですね。それでは参ります。おプラスでいい音ですね。で、まあこんな感じで、無事ノーコンできたんですけれども、ここのダンジョンはですね、本当にワンミスで負けるので、本当集中しないといけないですね。集中というかしっかりできる流れというのをちゃんと作って、一個一個ちゃんとやっていかないと、先制攻撃とかが連続で来るダンジョンでね、回復とかが結構必須ですので、かなり難易度的には高いですね。まあ、ですので、ここのダンジョンを、ね、ノーコンクリア安定してできるっていうパーティーは結構限られますけれども、まあ、
頑張って、まあでまあ、超地獄級がに無理やり、ね、挑戦する必要ないですので、地獄級をぜひぜひ、周回していただければ、ね、いいんじゃないかなと正直思います。はい、それでは以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。スマホの方は動画概要欄のリンクからチャンネル登録をよろしくお願いします。バイバイ。